平野紫仕様の未来はどうなるジャニーズ事務所の逆境とニビーの台頭を考察。こんにちは、ジャニーズファンの皆さん。滝沢秀明さんの芸能事務所 t u b には、元ジャニーズから三宅健さん、神宮寺祐太さん、そして平野翔さんが合流し、さらに7月14日にはジュニアからもインパクターズが新たにニビーに合流しました。 これらの 2B の動きに注目が集まる中、現在のジャニーズ事務所は国連の関心を引いているという驚きのニュースがあります。ジャニーズ事務所が国連から注目されるきっかけとしては、対象者が多く出ていることややめジャニーズが滝沢秀明さんの新会社 2B に次々と合流していることが挙げられます。 以前から、ジャニー北川さんの隠蔽された度重なる池花町が告発されて問題視されていましたが、特に今年3月にイギリス公共放送 BBC がジャニー北川氏の性加害問題についてのドキュメンタリーを放映し、これが日本でも大きな衝撃を引き起こしました。この問題の再燃により、 国連も日本の芸能界の人権侵害を取り上げる動きを始めたとのことです。国連人権理事会のビジネスと人権作業部会が被害を訴える当事者への聞き取り調査に乗り出すことを発表しました。作業部会は来日し、東京と大阪で当事者のヒアリングを行う予定です。調査結果を踏まえ、 報告書が来年6月からの人権利に提出される予定であり、これによってジャニーズ事務所と政府の関係についても明らかになる可能性があります。こうした国連の動きに対して、ジャニーズ事務所とトゥービーの背後には政治的な後ろ盾が存在しているとの噂が広まっています。その名前こそ奥野隆さんです。 奥野さんは、ごぼうの党の代表として知られ、芸能界から多くの支持者を持っています。山田隆之さん、三浦翔平さん、学徒さん、高さん、ワンオークロック山下智久さんなど、多くの著名な芸能人と関わりがあります。奥野さんは、滝沢秀明さんが所属する 2B の代表取締役を務めており、 滝沢さんとの関係は2011年に放送された花丸マーケットでのど飴の紹介などからも明らかになっています。彼は政治団体ごぼうの等の演出や楽曲提供も行っており、若者たちに向けた演説では天狗のお面をつけ、ポップな音楽と共に彼のスタイルで訴えることでも知られています。ジャニーズ事務所は これまでジャニー北川さんの正当な後継者を育てるために政治権力とは距離を置いてきたとされていますが現在のジュリー副社長はむしろ政治権力との関係構築に積極的になっているとの見方もあります国内での人気が高いジャニーズが政府側として世論を動かしやすくジャニーズ自体も権力を持つことでウィンウィンな状況にあると言われています これだけの力を持つジャニーズですが、国連の動きによって、ジャニーズの未来に暗雲が立ち込める可能性もあります。さらなる調査結果次第では、被害者が3桁以上、もしかすると4桁に及ぶ可能性もあり、これまで放置されていた性犯罪問題が再びクローズアップされることでしょう。一方、ニビーは政治的後ろ盾を持ちながらも、 ジャニーズの圧力に屈せず、再び表舞台に立ち、活躍する場を提供しています。ジャニーズファンとして、2B と 2B の動向に注目し、今後の芸能界の変化に期待したいと思います。米印記事の内容は、現在進行中の情勢に基づいており、今後の状況によって変化する可能性があります。 情報の正確性を保つため、最新の報道を確認することをお勧めします。